ベルゲン大学は、ノルウェーのベルゲンに本部を置く大学。設立は1946年と比較的若い大学であるが、実際の学術活動は、ベルゲン博物館が設立した1825年まで遡る。今日、1万6000人を超える学生が在籍する。QS 世界大学ランキングでは、2014年に155位にランクインされている。ベルゲン大学は、 ノルウェー王国の国立大学であり、ベルゲン市内に位置する。学生は、ノルウェー全土から、のみならず、世界各地の大学と交換留学生の提携を結んでおり、年間、約2000人以上の非ノルウェー人留学生が在学する、ノルウェー有数の国際色豊かな大学である。ベルゲン大学の学生は、総数が2万人に近く、これは、 ベルゲン市の人口の1割に相当する。そのため、ベルゲン市内には、学生用の飲食店や、学生組織に関連した店、事務等が多く、連日賑わいを見せている。現地の学生は大学への授業料の支払いが免除、されるが、学生福祉団体への加入が義務付けられている。2006年秋現在、同団体の年会費は800ノルウェークローネで、 市内の各種サービスの学生割引から文化活動、運動施設、学生寮の入居、小児保育、医療費返済など様々なサービスを受けることができる。キャンパスはベルゲン市内の各地に点在しており、市内の一般的な建築と一見変わりがないようなキャンパスもある。人文学部、社会科学部、法学部、理学部等のキャンパスは、 市の中心部から徒歩から10分の範囲に散らばっている。一方、医学部、芸術学部等の建物は、市の郊外に、キャンパスがある。2008年春から2010年秋にかけて、ウガンダのマケレレ大学やノルウェー国内にある、オスロ大学と東アフリカ支所、情報科学学校とともに、南スーダンにある、ジュバ大学の蔵書検索の電子化などを推進する、 ジュバ大学図書館自動化プロジェクトに協力した。2020年12月1日、外国語学科日本語科のハリー・ソルバン教授が、令和2年度外務大臣表彰を受賞。法学部、ありがとうございます。